私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のねねまると暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。今回私は断ったんだけど、なんかママ友旅行があるんだってさ。でも幹事のママさんがちょっと騒いでるみたいで。ねえ、水木さんって大卒だよね。え、まあ一応ね、大したところじゃない地方の大学だけど。大卒ならいいのよね、水木さんならわかるでしょ。何が？中卒をママ友旅行に連れて行くなんて嫌に決まってるよね。だって中卒だよ。しかも彼女30代でしょ。今時みんな高校くらいは卒業するよね。なのに中卒なんて絶対に元犯罪者とかだよ。うちの子が危ない。いや、何言ってんの、頭大丈夫？やばい人なんだと思うのよ。あんな人ハブった方がいいって。やばい考えしてるのはゆりえさんの方だと思うけど。は？この辺りの中卒ママってことは節子さんのこと言いたいんだよね。そうだけど。節子さん、中学生の時にご両親が交通事故に遭って長期入院して、おまけに同居の祖父母はあまり動けないし、弟と妹もいるし、それでみんなの面倒を見るために高校行かなかったんだよ。前お茶した時にその話聞いたでしょ。え？水木さんってば結構頭弱い系なんだね。大卒っていうのも嘘かな。そんなの嘘に決まってるじゃん。よっぽど頭が悪いとか、あとは悪さしてたから行けなかったんだよ。私は絶対にそんな人と関わりたくないね。じゃあ関わらなきゃいいんじゃない。中卒ママなんて絶対にヤバい人間だから、私の旅行にはお断り。世帯年収1000万はないとママ友として認めないよ。勝手にやってろ。え、もういい、こっちも忙しいから。何それ、水木さんは中卒ママの味方なんだね。ってことは私の敵になるんだけど。私たちもう30過ぎてる人の親なんだけど。そんなこと本当にどうでもいいよ。もういい、あんたもハブってやるからな。ゆりえと節子のLINE。あんたみたいな中卒女とはみんな旅行に行きたくないってさ。え、あ、そうなんだ。どう、悔しい、悲しいというか珍獣見てるような気分だわ。は、は、え、何それ、どういう意味よ。だってさ、ゆりえさんって明らかに私のこと嫌いでしょ。なのにめちゃくちゃ突っかかってくるからさ、むしろ私のこと好きなんじゃないかなって思うようになってきたよ。な、何よ、あんたふざけんなよ。だってほれ、好きの正反対は無関心ってよく言うでしょ。こんなにも毎日連絡してきて声かけてくるんだもん。もしかしてゆりえさんって私のこと超好きなのかもって。そんなわけないでしょ、ふざけんじゃないわよ。あ、そうなんだ、ウケる。あ、ごめんね、晩ご飯の用意しなくちゃ。今日は義両親も遊びに来るから量が多くて。じゃねー。義両親にも嫁いびりされてる負け組女、あんたなんかハブだからね。後日節子さんに LINE を見せてもらったんだけど笑っちゃったよ。確かに嫌いな人には自分から近づいていかないものだよね。ゆりえさんは節子さんを見下し要因にしたいみたいだけど、周りから見たら子供が甘えたくてダダこねてるようなもんだよ。まあ暴言吐いたりやってることはひどいけどね。当然そんな人とは誰も関わりたくないわけで。数日後。あんたね、中卒のくせに何したんだ。お前が全部悪いんだ。ゆりえさん、おはよう。てかまだ同じこと言ってるの？飽きないね。今日は土曜日だしお休みでしょ。ほら、今日は天気もいいよ。どこかにお出かけでもすれば。しらばっくれんじゃないよ。なんでみんな来ないの、今日旅行なのに。え、みんなから聞いてないの？てかみんな断ってたよね。あれはみんなの嘘だから。え、どういうこと？みんなはね、中卒で頭の悪いあんたがいたから気を使っただけ。本当は旅行に行きたいに決まってるでしょ。やっぱり頭が悪いからわからないんだね。え、何？頭のいい人たちってテレパシーで会話するの？違うでしょ。だって普通にみんな断ってたじゃん。それゆりえさんの中では私がいたから気を使って断った、そう言いたいの？そうに決まってるでしょ。誰だってね、あんたみたいな中卒とは関わりたくないの。てかそっか、ゆりえさんの企画してる旅行って今日だったんだ。何よ、しらじらしい。あのさ、今日はみんな無理だと思うよ。なんであんたにそんなことがわかるのよ、中卒のくせに。まだ10時なんだし、今から出発しても十分間に合うでしょ。
ああ、中卒の人ってそんなこともわからないんだね。いや、そういうことじゃなくて、今私たちみんなで旅行中なの。妊婦さんとか子連れの人もいるから、近場の日帰り旅行だけど。は？何それ、冗談でしょ。いやいや、冗談じゃないよ。嘘、絶対に嘘。それか、あんたがみんなに金払ったんでしょ、汚い女。てか、私幹事じゃないよ。ゆりえさんは知らない人だと思う。隣町に住んでる人なんだけど、以前はこの辺りに住んでたんだ。私も行く。いやいや、ゆりえさんと面識のない人が幹事なんだよ。ちょっと空気読んで遠慮してくださる？だって私の方が学歴は上だし、私は難関大学出身なの。いや、もうそんなのどうでもいいから。そりゃ正社員で働いてたらさ、大卒の方がお給料高いとかあるけど、私たちただのママ同士だからね。確かにママの学歴を気にする人もいるけどさ、嫌なら離れていけばよくない？超簡単じゃん。あれ、お勉強はできるけどってやつ？うるさい、中卒は黙ってろ。いや、久しぶりの旅行は楽しかったよ。安定期だし日帰りってことで参加したんだけどさ、やっぱり旅行が大好きだからリフレッシュになるね。ゆりえさんからはなんかみんなに対してギャーギャーとめっちゃうるさい LINE が届いてたけど、節子さんの言う通り、学歴よりも何よりもママ友付き合いは性格が一番大切なんだよ。性格と常識とかそういうの合わないと無理だよね。てか、そもそもゆりえさん自身も学歴高いわけじゃなかったんだけど。そう、彼女難関大学出身だって言ってたけど嘘だったんだよ。翌日。水木さん、今家の中にいる？節子さん、こんにちは。うん、そろそろ仕事始めるところだよ。絶対に外に出てきちゃダメだよ。玄関も開けないでね。え、何があったの？それが水木さんの家の近くでゆりえさんが大立ち回りしてんのよ。大立ち回りって、なんかゆりえさんの兄夫婦が家に来てたみたいなんだけど、大喧嘩して家から追い出したみたいなのよ。で、家の外でもまだまだやり合ってて。あの人も忙しい人だね。わざわざ連絡してくれてありがとう。お腹に何かあったら大変だもの。それにしてもゆりえさん、学歴コンプレックスがあったんだね。私の学歴ネチネチ言ってくる時点でなんとなく察してたけどさ。え、どういうこと？ゆりえさんが兄嫁さんに頭の悪い女は帰れって言ったんだけど、兄嫁さんがこっちは T 大出てるんだ、高卒に言われたくないってさ。ゆりえさんもう顔真っ赤になってたよ。え、ゆりえさん高卒なの？そう、ゆりえさんは高卒で、難関大学出身なのは不仲な兄嫁さんの方。なんだそれ、全く意味がわからないんだけど。学歴マウントされたから他の人に学歴マウント？よくわかんないな。私もわからない。ああ、やばいやばい、めっちゃやり合ってる。とりあえず警察呼んであるし、水木さん隠れててね。うん、ありがとう。節子さんも気をつけてね。あいよー。ゆりえさんと兄嫁さんの喧嘩はもうそれはすごいものだったみたい。てか、女同士の喧嘩が怖くて泣きながらうずくまっていたお兄さん、あんたが何とかしろよと思ったのは私だけかな。ゆりえさんと兄嫁さんは以前から不仲というか、兄嫁さんが割と何でもできる人なんだってさ。そんな兄嫁さんにコンプレックスを抱いたゆりえさんが嫁いびりを始め、そこから一気に不仲になっていたらしいよ。まあ、あのゆりえさんとうまくやっていくっていうのは大変だろうな。そこから1ヶ月、なんとゆりえさんの兄夫婦は離婚してしまったの。以前から自分に嫌がらせをしてくる妹を止めなかった、そんな夫はいらないってことで離婚したらしいんだけど。水木さん、ちょっとかくまって。私は学歴全く気にしないし気にならないから、ゆりえさんはお断りだよ。もうそんなことどうでもいいんだってば。あれだけ文句言ってたじゃん、中卒がどうのこうのとか。もう知ってるんでしょ。ゆりえさんが難関大学出身だっていうのはただの嘘で、実際には高卒。本当に難関大学出身だったのは兄嫁さんの方。おまけにその兄嫁さんに嫁いびりした挙句、それが原因で兄夫婦は離婚。元兄嫁さんから嫁いびりの慰謝料も請求されてるってところくらいしか知らないかな。そこまで。そうよね、噂回ってるんだよね。でもそれだけじゃない。何が？兄よ兄、いつものぺーっとしてて感情もないタイプなのに、あの女と離婚になったのが相当ショックだったみたいでさ、うちに嫌がらせするようになったの。うわ、え、ちょっと待って、ゆりえさんのお子さんは？
夫と一緒に夫の実家に逃げたわよ。私も行こうとしたけど夫が来るなって。うちも離婚しよう。お前の人間性は最悪だって。旦那さん今さら気づいたの？結構のんびりさんなんだね。今さらってどういう意味よ。いい、ピンポン連打されてる。兄と妹なんだし話し合えば。やだ。何？ギャー。その後、普段おとなしい人ほど切れた時は怖いものだよね。ゆりえさんの家大変なことになっちゃったんだよ。玄関の部分は傷だらけになってしまい、ゆりえさんはどこかへ逃げたんだ。逃げている間も旦那さんとは連絡取り合っていたみたいだけど、子供のために今すぐ離婚しろと迫られ、結局慰謝料も養育費もなし、その代わり財産分与もなしで離婚したってさ。今ゆりえさんとお兄さんがどこに行ったのかはわからないけど、いつニュースになるかわからないねってみんなは言ってたよ。お兄さんも元奥さんを守らなかったくせに何言ってんだって感じだけどね。さて、今日は節子さんたち近所のママさんが家に来てくれたんだ。うちのニャニャマルは人間大好きなんだけど、中でも節子さんは相当好きみたい。あ、膝の上に乗ってる。ニャニャマル、お膝いいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。